どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙です。今回は宇宙イベが始まったので2年ぶりくらいの宇宙マップを図台譜でプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。はじめに視聴者の皆さんに断っておくことがあります。宇宙をほとんどやっていなかったのでクソプレイが全然突破しています。ご了承ください。霊夢さんはなぜ図台譜を今回選んだんですか？それは今回のアプデで年間の格闘連撃がついたからよ。あれ、霊夢さんでも慣れない宇宙で格闘当てれるんですか？気にするな。早速格闘外しでマシンガンペチペチしてるじゃないですか。今度余計なこと言うと口を縫い合わせる。嫌でるもんならやってみな。霊夢さんふざけてないで実況に戻りますよ。よい、ズダ F 使ってみましたが、宇宙のズダはかっこいいですなぁ。かっこいいは正義、はっきりわかんだね。喋りながらライフル外さないでもらっていいですか？このライフル欠陥品だよ、バレルが曲がってるんじゃない。欠陥品なのは、霊夢さんのエイムで曲がってるのは、根性です。やられそうなのは霊夢さんの方、なんですけど。この後、みっともなく逃げ回ってたのでカット。やめろ、いつもの霊夢さん3000点離されているんですけど、ここから頑張って逆転するわよ。頼みますよ霊夢さん。また外してるじゃないですか。ライフルがダメでも斧があるわよ。2連撃で2100のダメージ。パワーが違いすぎる。もちろん力、嘘つかないでもらっていいですか？仕方ない、また斧で倒すしかないわね。前からペドワが来てます、気をつけてください。大丈夫よ、機動性ならこっちが上よ。おお、これはいい動きですよ霊夢さん。2機撃破、この調子で頑張ってください。任せろバリバリ。霊夢さん最初に比べて動きが良くなってますよ。もちろんです、プロですから。調子に乗ってるとの血が怖いですよ。最後の一機です、リスボーンされる前に落としちゃいましょう。この距離を当てるのは厳しいですね。もう少し近づいてからライフルを当てていくわよ。ナイスシュート。ここ動画編集している時に気づきましたが、右からガンダムが来ていたので追撃気をつけなきゃいけなかったです。状況判断もしっかりできるといいですね。頑張ります。敵に囲まれる前に退いた方がいいんじゃないですか。この体力で生き残ってもしょうがないので、なるべくダメージ与えておきます。一気落とせたのでよしとしましょう。落ちたな。味方が爆弾を仕掛けてくれましたが、それでも逆転できません。なんとか敵を落としてください。任せろバリバリ。これはひどい。僕と当たらないだろ、僕と当たらないだろ。避けるのは当たり前なんだよな。マリサ、さっきのシーンはカットで。ダメです。セキュリティ。ほら霊夢さん、ふざけてる間にもう起きちゃいますよ。霊夢さんが遊んでたから点差縮まんないじゃないですか。そこの敵落とすので許してー許してー。ほらテンダちゃんも褒めてくれてるわ。味方のハイエナしてるだけじゃないですか。あ、またハイエナ。今のは体力が見えなかったからセーフでしょ。そういうことにしておきましょう。今のはよく敵だけに当てれましたね。これが本来のエイム力よ。ここに来て強化された格闘連撃が生きてきましたね。旋回も7上がってるから地上だともっと恩恵が大きいでしょうな。見てごらんなさい、ドドリアさん、こんな美しい花火ですよ。だ、れ、が、ドドリアじゃ。最後の敵を倒しましたが点数が負けてます。どうしますか？しかし闇に電流走る。みんな中継確保。あ、そっか、中継確保のポイントで逆転できますね。あ、
とはこちらが落とされないことを願って退避するだけよ。いやー、最後はチームが一つになってナイスゲームでしたね。最後のシーンが良くて、プヌシも動画にしたくなったみたいですからね。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、コメントお待ちしております。それではまた次回。